対決ってこっちが勝手に言ってるだけですけど出ますもんで俺らを見てロッキングレジスターズ3時半に見て次のあゆさんのところのバンドも見ててください。もう一個いつだ10月7日愛知県豊川グルーブストックん9月7日あごめん9月7日豊川のグルーブストック言動のバタさんがやってるクランクスとあのスニーキンかっこいいですねやつとあとたくさんロッキングレジスターズは1番かなちょっとわかんないですけど時間は早い段階だかな、ツイッターとツイッターロッキングレジスターズのツイッターでしょっちゅう上がってますもんで9月1日の神諏訪クラブロックハーツ3時半これ豊川愛知県豊川グルーブストックは通常6時ぐらいだったかなそんなこれは弾丸ノイズさんの主催かなでまた先あるんですけど、10月ちょっと ARB カバーナイトがあって、まあ、それで ARB たくさんやるんで、9月1日と9月7日はちょっと得意じゃないですけど大好きな、まあ、スターグラブとか王道ボーイズとかかな、ちょっと中心にやろうかなとで ARB 好きな人は、まあ、10月20日に全曲 ARB5 曲6曲6曲6曲やりますので、5曲は今完成して最後のね ARB のデビューの野良犬こっちまあ正直そのままコピーしようと思ったんですけどなんせ難しいやってるやってないのやってるでまあそれはそれをちょっとよく考えてロッキンクレイジースター風に野良犬をこの令和元年やらでバージョンでちょっとできたらいいなって思ってるんでそれは一応9月ぐらいに投稿できたら野良犬ロッキングクレイジースターズバージョンって言ってもまあほとんど原曲はかっこいいまま残してロッキングクレイジースターっぽくやれたらいいなと思ってますということで9月の1日神諏訪クラブロックハウス9月7日豊川グルーブストックぜひお願いします。今のサイレントバイオレンスを美咲が完コピーを目指してあと1箇所だけできたら本家の方がこれをくれると思うんで
ギターソロの前がちょっと難しくてやってますけど、それをぜひ諏訪で、まあ豊川でも披露したいと思いますんで、じゃあ皆さんライブ会場で待ってます。